三宮京駅は東京都渋谷区代々木4丁目にある小田急電鉄小田原線の駅である。駅番号は王霊3。新宿管区の代々木上原管内に属する相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。改札は2番ホームに直結した場所にある西口と湖泉橋上にある東口の2カ所ある。東口には 生産機や IC カードチャージ機は設置されていない。かつてのホーム有効長は8両分であったが、2015年までに10両分に延長され、新宿発着の10両編成の各駅停車が設定された2019年3月16日より延長部の供用を開始した。2018年11月から2020年11月まで駅改良工事が行われ、駅舎の建て替え、 東口新設、ホームの一部目調化が実施された。一番ホームの代々木八幡駅寄りには屋根が設置されていない。海側から下表の通り。2005年6月に1.2番ホームそれぞれにホームと古選橋を結ぶエレベーターが古選橋の新宿寄りに設置された。これに伴い二番ホーム小田原寄りにあった車椅子用スロープが使用停止となった。 エスカレーターは設置されていない。売店、トイレは2番ホームにある。明治神宮下車駅と表記された看板が設置されている。2020年度の1日平均乗降人員は8,834人であり、小田急線、全70駅中60位。近年の1日平均乗降人員、乗車人員の推移は、下表の通り。なお、東京博物館は、 墨田区横網への移転のため2017年3月31日をもって閉館した。駅近くの三宮橋停留所に京王バス、八甲バスの路線が乗り入れる。当駅の近くに古仙橋、三宮橋があるため、定期列車の特急ロマンスカーは通過するが、明治神宮へのアクセスとして12月31日夜に運行される上り、ニューイヤーエクスプレスの一部列車は、 臨時停車する。なお、1927年4月1日の小田急小田原線開業時から1946年5月31日まで、東駅と南新宿駅との間に三夜駅が存在していた。ロビコの漫画作品、僕と君の大切な話の主要舞台となる駅のホームは、本駅の旧駅舎がモデルとなっている。ありがとうございます。